こんにちは。第16代コーヒーアンバサダーの愛想真由美です。今年を彩るクリスマスブレンドの紹介とフードペアリングをご紹介してきました。今回はご家庭でもクリスマスブレンドを楽しんでいただけるよう、さまざまな抽出器具と入れ方のご紹介をさせていただきます。まずこちらのデロンギのドリップコーヒーメーカーですが、入れ方がとっても簡単です。朝忙しくて時間がない、そんな方にもぴったりのコーヒーの抽出の器具です。今回抽出するコーヒーもクリスマスブレンド、こちら蓋を開けていただいて抽出したいお好みの分量のお水を注ぎます。そしてコーヒーの粉をこちらも杯数分小山盛りで中にあるゴールドフィルターに入れていきます。鳴らしてあげてこちら閉めていただいたらスイッチをオンするだけです。これでもう美味しいドリップコーヒーが完成します。ではこの抽出を待つ間にコーヒーの抽出器具がない方にも楽しんでいただける商品をご紹介します。まずはこちらのスターバックス折り紙パーソナルドリップ、一杯一杯本格的なドリップコーヒーをお家で楽しんでいただくことができます。こちら少し蒸らしていただいて 2,30 秒ほど待っていただいてから1本の線を描くだけです。難しい技術は必要なく、美味しいコーヒーを誰でも入れることができます。そしてパーティーの際にはもっとおすすめの商品があります。こちらスターバックスビアコーヒーエッセンス、とっても入れ方も簡単で、欲しい時にお湯さえあれば数秒で欲しい分だけコーヒーを入れることができます。シロップやミルクがあればいろんなアレンジを楽しんでいただくことができます。折り紙とビアをご紹介している間にドリップコーヒーメーカーで抽出したコーヒーが出来上がりました。クリスマスブレンドの華やかなパッケージと、とてもしっかりとぬくもりを感じられるこのお味は、皆様の時間をもっと楽しいものにしてくれることと思います。これからの寒い毎日もクリスマスブレンドがあればほっと心温まるひとときを過ごしていただけると思います。では皆さんでコーヒーで乾杯しましょう。メリーコーヒー。